杉村春子、杉村春子、杉村春子、1906年、明治39年1月6日から1997年、平成9年4月4日は、広島県広島市出身の進撃の女優。本名は、石山春子。旧姓は中野。築地小劇場より始まり文学座に至る日本の演劇界の屋台骨を支え続け、演劇し、 文化史に大きな足跡を残した日本を代表するカリスマ女優。称号は東京都名誉都民。1906年、当時の軍と広島県広島市西地方町、現在の広島市中区土橋町、河原町付近生まれ、幼児に両親が死んだため下流会海の中にある建築資材省と木屋経営者の幼女となる。は近所のき座という西日本一の 芝居小屋の株主だった関係で、幼少期から歌舞伎やンパ、歌劇、文楽などに親しむ。1922年、広島女子高等師範学校、山中高等女学校、現、広島大学附属福山中学校、高等学校広島大学附属福山校、卒業後、声楽、声楽科を目指し上京して、東京音楽学校東京音楽学校、現、 東京芸術大学を受験するが、2年続けて失敗。1924年広島に戻り、1925年から、1927年3月まで、広島女学院中学校、高等学校広島女学院で音楽の大教員をしていた。広島女学院の教員室で、築地小劇場、劇団俳優座、俳優座の前身の広島公演の話を聞き、 同劇団の旅芝居を見て感動。1927年4月、母に音楽の勉強をしたいからと、偽り再び上京。同劇場のテストを受け、広島弁広島なまりが強く、肘方良しから3年暮らせぎふなしで、辛抱するならという条件付きで、三洋茶、築地小劇場の研究生となった。芸名は、聖だけ、青山杉作の一字をもらい、 杉村春子とした。同月、何が彼女をそうさせたかに、音楽教師の前歴を買われてオルガン引きの役、セリフムで、初舞台。1929年、築地小劇場が分裂、解散した後は、友田京介らの築地座に誘われて、参加。1935年の舞台、瀬戸内海の子供ら、小山雄史作に出演した。築地座の解散後の、 1937年、岸田国を、久保田万太郎、岩田富良らが創立した劇団文学座の結成に参加。直後に、友田京介が戦死したことで妻の田村明子が文学座に参加せず、同劇団の中心女優として力をつけていく。1938年に、花柳翔太郎の、心派新生心派に客演し、大きな影響を受ける。 1940年に、ハニーで主役を演じて、以降、文学座の中心女優となった。また、文学座以外の舞台にも出演し、日本演劇界の中心的存在として活躍した。特に、1945年4月、東京大空襲下の渋谷、東横映画東横映画劇場で初演された、森本薫作、女の一生女の一生の、 布引き系ハータリアクとなり、1990年までに上演回数は900回を超え、日本の演劇史上に金字塔を打ち立てた。作中のセリフ誰が選んでくれたんでもない、自分で歩き出した道ですものは、生涯女優の一生を貫いた杉村の代名詞として有名。その他、日本のそれまでの芝居になかった。 女のすべてをリアルにさらけ出した、欲望という名の電車のブランチ役、上演回数593回、花岡清春の妻のお次役、上演回数634回、フルアメリカに袖はぬらさじのおその役、上演回数365回、花々式一族の諏訪役、上演回数309回などの作品で主役を務め、女の一生と並ぶ代表作とした。 1948年には、女の一生により、演劇部門で戦後初の日本芸術印賞を受賞した。安保闘争60年安保60年安保、前後から左翼に接近、安保反対のデモ行進に積極的に参加した。1960年6月15日に、参議院国会参議院面会所前であった、進撃人会議のデモに、 暴弾が殴り込み、80人の負傷者を出したが、杉村は、劇団の若い女優たちのスクラムに守られて、難を逃れた。衆議院南通用門で、神場道子が斬死したのは、その数時間後だった。文学座分裂の動きは、安保闘争のさなかに芽生えた。脱退した、劇団員はこの時、無関心を装った人たちだった。1963年1月。 杉村の感情の起伏が激しい性格と、専王とも言える劇団への統率ぶりに不満を持った、芥川博岸田京子、中谷昇、神山茂、加藤春子、小池浅浦、中堅劇団員の大半が文学座を集団脱退し、現代演劇協会、劇団雲を結成。さらに、同年12月には、それまで杉村主演の儀曲を何本も書いていた。 三島由紀夫の審議局上演拒否問題、喜びのこと事件が起こって、三島を筆頭に、丹上弥子、中村信夫、河原夏子、南吉枝、文学座の古参劇団員が次々に脱退していった。杉村は、これらの脱退メンバーの大半とはその後の関係を断絶し、特に半杉村を鮮明にしていた、福田津根ありが代表となった劇団雲に参加したメンバーに対しては、 共演を堅くなに拒否するなど修正許すことはなかった。文学座は、主要メンバーの二度にわたる大量離脱で創立以来、最大の危機を迎え、当時の新聞は、崩壊に瀕する文学座などと書き立てたが、大地きわ子、江森徹、とおる、きききりん、小川真由美、小川真由美、高橋えつしら若手を育てることで何とか乗り切った。特に、テレビ時代を迎えていた自由に乗って、 次々にテレビに新人を送り込んだ功績は大きい。自身もニューメディアのテレビに積極的に出演した。ただし、杉村の専門に批判的だった人物が抜けてしまったことにより、杉村の劇団に対する独裁に近い影響力にさらに拍車がかかったとの見方もある。喜びのこと事件の際、三島幸夫は杉村春子へ、俳優は、 良い人間である必要はありません。芸さえ良ければ良いのです。と同時に、俳優は、俳優に徹することによって、思想をつかみ、人間をつかむべきではないでせうか。組織の中で、中途半端なつかみ方をするのはいけないと思いますと、皮肉を交えて批判している。杉村や、犬一郎らは、幅の広い観客層を対象にした大衆劇をやっていこうとしたため、 演目選択争いが起こり、先のような圧力が生まれた。1967年の女の一生の再演は文学座が立ち直るきっかけとなった。経営の苦労を身に染みて知る杉村はお客を大切にした。このことは進撃の商業演劇進出の走りと言われる。女の一生は16歳の役から始まるという事情から、 いずれ辞めるつもりでいて1969年4月公演の時女の一生はこれが最後ですとことしたが女の一生をやるとお客さんが入るので1970年代初めに文学座の経済危機もあり経済的事情でもう一回やりますと記者会見を開いて1973年に再演している 進撃のリアリズム演劇リアリズムに立脚しつつ、シンパや歌舞伎の技法を研究。広島のまりは修正抜けなかったが、リズムあるセリフ術と卓越したリアリズム演技で、細やかな情感を巧みに表現する独特の悪のある芸風を作り上げ見る人の心を捉えた。舞台以外にも、映画、テレビでも幅広く活躍。映画初出演は、 築地小劇場時代の1927年に、幼いルが監督をした、黎明家、1932年、水谷八重子初代水谷八重子と共演した、奈美子家、1937年、小竹の浅草の明かり家、文献によって記述が異なる。1940年、プロパガンダ映画国作映画、奥村伊保子、豊田志郎監督、東宝で、初主演。 戦後、黒沢明、木下圭介、小津康二郎、成瀬美み夫、豊田志郎、溝野口健二、今井忠などの巨匠たちから、既存の映画俳優にはない自然で、リアルな演技力を高く評価されて、日本映画史を彩る百四十本以上の作品に、出演、映画史にもその名を刻んだ。森正幸、森正幸と共に、最も映画に貢献した、進撃俳優でもある。 杉村ほど他のジャンルの俳優と共演した進撃俳優はいない。特に東京物語、爆臭爆臭をはじめとする、小津安二郎作品の常連でもあり、小津組でたった一人、稽古読み合わせ読み合わせへの不散と縫い、掛け持ち許された俳優であった。1995年、当時89歳で、新道兼人の午後のユインゴンで主演し、 毎日映画コンクール、日刊スポーツ映画大賞、キネマ旬報で主演女優賞を受賞している。杉村は多くの演劇人の目標であった。森光子は小島の春を見た際に、この映画の杉村の演技に大きな衝撃を受け、これ以上の衝撃を以降感じたことはないと話している。森は演技の師匠を持たない私が心から尊敬し、 お手本としたのは10代から憧れた杉村先生ただ一人です。時代劇の娘役の頃からいつか近づきたいと、密かに思い続けてきましたと話している。高峰秀子もやはりこの映画の、ハンセン病にかかった娘役を演じた、杉村の演技に、感動、仕方なしにやっていた、本人願役者家業に囲後本気で取り組むようになったという逸話ものこそ。 ナルセ・ミキオ監督、流れる映画流れるで共演した山台鈴は、あの映画の杉村さんの芝居は、全部杉村さんがお考えになったもの。そういうことが許されるようになった時代です。それこそ、役者の力量が問われる時代になってきたんです、と述べている。気が強いことで有名だった岡田真理子の名前を冠した岡田真理子シリーズが1965年2月から4月まで、 TBS テレビ TBS 近鉄金曜劇場金曜劇場枠で全13回放送され、この第3回猫のいる家、1965年2月19日放送で岡田自らがナルセミキオ監督流れる映画流れるで共演した杉村との共演を希望した。しかしさすがの岡田も杉村の前で上がり、最初の稽古の時メロメロになり、セリフ合わせでとちり、 きっかけは間違うしで、この大スターにして、杉村春子に、ガタガタするのか、と、岡田にビビっていた、演出の、大山勝美も気が楽になったと話している。若尾文子は、杉村春子さんは特別な存在と話し、杉村の代表作、花々しき一族を熱望し2008年に演じた。勝慎太郎は杉村を大崇拝し、杉村と共演した価値は、はい。 はいと杉村の言うことは何でも聞いていたと、石井福子は話している。石井は、杉村先生の凄さは、喜怒哀楽を後ろ姿で表現でき、しかもそこに、若々しさと品があるところでしたね。こればっかりは、他の女優さんが、どんなに真似をしたくてもできないことだと思いすと述べている。北村和夫によると、文学座の分裂で田元を分かった後も、小池朝尾は毎年、 死去するまで杉村の誕生日に、バラの花束を送っていたという。吉永さゆりは、美しい所作の先生は、杉村と話している。また、演劇舞台を一度もやっていない理由について、20代半ばで、市川段十郎、市川段十郎との舞台の共演を病気で断ったこと、杉村や、坂東玉三郎、坂東玉三郎らの舞台を見過ぎてしまい、 これから勉強して舞台に立つのは無理かなという思いがしたことを挙げている。テレビで共演作品の多い劇団民芸の奈良岡智子は文学座の方には申し訳ないけれど私が一番芝居を教えていただいたと述べている。鴨下真慎一はテレビに出演している女優の中で誰が一番セリフが上手いか言うとこれは誰に聞いても異論のないところ。 杉村春子さんを置いてない。本当に素晴らしい芸がそこにありますと評している。竹本重大部七代目七代目竹本重大部は杉村春子さんの演技には簡単しました。杉村さんの演技は芝居戦と芝居やってはるという感じでしたと述べている。この芝居しないで芝居するという話を聞いた加藤武氏はこれを永遠のテーマにしていると話していた。 杉村の付き人として、小津安次郎監督のサンマの味の撮影を見たという、キキキリンは、2011年第34回日本アカデミー賞で最優秀女演女優賞を受賞して、50年ほど前に役者を埋めた時に、杉村春子さんに役者は定年がないと言われました。今、しみじみそう思いますと語った。山田洋二は、葬式は人間にとって、 一大将でね、よく演出された葬式は、後からみんなが喜びますよ。よかった、てねと話し、その例として、小津安二郎の葬儀を挙げ、長いことお津さんと一緒に仕事をやっていた助手が、一人、大げさに悲しんで、脳幹という一番大事な時にも、その人一人で泣き騒いで、他の出席者がみんなしらけてしまったんです。すると釘を打って蓋を閉めるという時に、杉村さんが、 ちょっと待って、と、つつつーと出てきて、みんながじっと見ている中、もう一回だけと言って顔を見て、ハンカチを、つつっと顔に当てて、はーっと泣いた。その時初めてみんな、悲しみが迫ったと言うんです。やっぱり役者だなぁとみんなで感心したんですね。自分の出番をよく知ってたんじゃないか。このままでは、葬式が完成しないと。かずとだけあんな無様に泣いていて、どうするんだろうと。 最後に締めて自分の役割をきちんと演じたのではないか。それでみんなも初めて納得できて、涙が心よく流れてよかったということになるわけですと解説している。中村正俊氏は、橋田蘇この別荘で酔っ払って、絨毯を焦がし、杉村に頭を殴られたことがあるという。杉村のエネルギッシュな姿に大きな影響を受け、 女の一生のセリフ誰が選んでくれたんでもないは自身のザウの名にしているなどと話している。渡辺徹、渡辺徹は昔杉村さんから演技をするとき目の前の相手役を芝居で説得できないような人はお客様にも届きませんよと教わり、その教えをテレビでも実践し、その後の司会術等の指針としたと話している。寺島から 外でやってみたいんですがと文学座対談の相談を受けたがあなたはその方が向いていると思っていたとあっさり送り出したという1933年に五歳年下で慶応大学出身の医学生である長考元老と結婚したが1942年に結核で亡くなっている女の一生などを書いた劇作家の森本薫の愛人でもあったが森本も 1946年に、結核で亡くなった。1950年に10歳年下の医者である、石山末彦と結婚するも、1966年に、これまた結核で亡くなっている。1974年、杉村は、女優としては、東山千恵子、水谷八重子、初代水谷八重子に次いで3人目の、文化功労者に選ばれた。1995年には、 文化勲章受章決定の内示を受けたが、勲章は最後にもらう章。自分には大きすぎる。勲章を背負って舞台に上がりたくない。私はまだまだ現役で芝居がしていたいだけ、戦争に亡くなった俳優を差し置いてもらうことはできない。とこれを辞退。周りの者がいくら説得しても聞く耳持たずだった。1996年日本、新劇俳優協会,会会長に就任。 杉村は70年の芸能生活で仕事を一度も降りたことがなかったが、1997年1月19日に NHK ドラマ、トゲ、女の遺言状の収録中に貧血と腰痛を訴えて入院し、交番、大役は南義恵が務めた。2月に入り文学座の会見では、12市長会用と発表されたが、その時すでに医師から、 水岩水臓癌でもあることが文学座の社長の梅田豪二郎、犬一郎や北村和夫、江森通るなど、親しい者にだけ知らされていたという。3月に新橋演舞場で予定されていた花岡青州の妻もチケットが発売されている中での緊急降板となり、代役は藤間紫が務めた。しかし病室では簡単なストレッチをしたり、 男性の見舞い客が来ると聞くと長い時間をかけて、お化粧をしたりと、常に弱っている姿を見せまいと気丈に振る舞っていた、いう。3月16日から意識が混濁し、4月4日午前0時30分、水臓癌、頭部水臓癌のため、東京都、文京区の日本医科大学附属病院で死去、九91歳。最後を見取ったのは、幼女のヒロと。 当時70歳の長年親しくしていたファンの女性だけだった。本人にはがんであることを知せなかったため、死去の直前まで台本を読んでおり、最後まで女優であり続けた。死後、政府から銀杯一組が送られた。杉村の死後1998年、若手演劇人の育成に力を注いだ、杉村の意志を尊重し、新人賞的意味合いを持つ、読売演劇大賞。 杉村春子賞が新たに創設された。ファイル、マッサ、PNG サム2 4 0 p x 晩春、1949年、ファイル、総山村さん、JPG サム2 4 0 p x 東京物語、1953年左から、山村里志、三宅邦子、龍治州、原節子、杉村、東山千恵子、ファイル、 流れるポスター .jpg サム 200px 流れる1956年のポスター中央の写真が杉村太地の題名はキネマ巡行ベスト10にランクインした作品戦後のみインは小津安二郎監督作品年月日は杉村が最初に演じた時のものであるイコール上演回数の多い演目トップ5イコールその他の注目すべき演目最初は 早くやスターが演じないような不敬役、そしてだんだんと重要な役を演じるようになっていく。後に再演が繰り返され代表作となる作品に次々出会う。後に起こった文学座と三島とのトラブルにより、杉村はこの時期以外にはこれらの作品を演じていない。文学座公演としてレパートリーとなった代表作や新作に主演をしながら、 商業演劇にも数多く出演。商業演劇のスターたちと同格の主演として舞台に立つ。女の一生を文学座内で平良江に継承。杉村生前の1996年に平主演の公演があった。商業演劇での活躍も続き、スターとの共演では内大劇場での単独主演も行う。89歳まで新作公演に出演。 90歳まで主演舞台に立った。1997年には3月に新橋演舞場で花岡青春の妻、松竹公演。杉村主演としてチケットはすでに発売されていた。藤間紫が代役でお次を演じた。5月に木の国屋サザンシアターで文学座60周年記念舞台、ザクロのある家、新作文学座公演。 9から10月には芸術座で、モーズ、東方公演、山岡久野と舞台での初共演などが予定されていた。また、主演連続ドラマ、トゲ女の遺言状、NHK 竹山博志脚本、大竹忍島田翔吾共演は、第1回収録途中に病気交番。没50年の BS 特集番組で、その一部が放送された。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。